日本鹿児島県鹿児島市上本町上本町は、鹿児島県鹿児島市の町。郵便番号は892-0818。人口は1162人、世帯数は680世帯。1967年に、恵比寿町の全域、車町の一部、泉屋町の一部、下流尾町の一部、長田町の一部より設置された町である。 同年より全域で住居表示を実施している。本校では1967年の住居表示実施による町の再編により町の全部が廃止され、上本町の一部となっている恵比寿町、車町についても記述する。上本町の前身にあたる恵比寿町は中世の鹿児島の城下町と、鹿児島市の中部、稲荷川の下流域に位置する。域の北方には、 大流町、下流尾町、南方には小川町、浜町、東方には柳町、西方には長田町にそれぞれ接している。鉄道は町域の南端を鹿児島本線が通り、浜町との境界上に鹿児島駅が所在している。道路は町域の北端を国道十号が、東西に町域の中央を鹿児島県道二十五号鹿児島かも線が、 南北に通っている。上本町という町名は、中世の島津市の居城であった内城の城下町である、上町の発祥の地であることに由来する。現在の上本町は1889年の市政志向時の恵比寿町の全域、泉屋町の一部、車町の一部、下流尾町の一部、長田町の一部にあたる。城下町の起こりから、江戸時代まで。 編集上本町の前身となる恵比寿町、車町は地名としては江戸時代より見え、薩摩国鹿児島郡鹿児島城下城町のうちであった。恵比寿町は上町の始まりの町とも呼ばれており、島津市の居城である清水城、内城が築城され、恵比寿町の区域が内城の城下の中心であった室町時代から戦国時代末期にかけての時期に成立したと見られている。 恵比寿町は恵比寿町や恵比寿町とも書かれた。薩摩藩の国学者である白尾国中によって表された静浅間によると恵比寿町は、鹿児島市中の原始は恵比寿町なりと記載されており、内情が築城された際に成立した町であり、上町では一番初めに成立した町である。恵比寿町には港があり、漁民が多く住んでいたほか、 魚市やそれらに関連する納屋が置かれ、活況を呈した。恵比寿町の成立後に、さらに城下町が拡張されたことにより、恵比寿町に次いで、車町が成立した。車町は、恵比寿町を囲っていた車の一部を割いて成立したことから、車町とも書かれたと記載されている。車町には、上町の町会所及び姫、矢倉が置かれた。江戸時代になると、 島津市の居城は内城から鹿児島城に移り、それに伴って恵比寿町に置かれていた坂の市城を中町に移転すると次第に衰退した。明治時代から住居表示実施まで編集明治時代前期は恵比寿町、車町ともに平民が多く住んでおり町人街であった。また車町には小学校として小坂小学が置かれ、古町役場も置かれていた。 1889年に市政が施行されたのに、伴い、鹿児島城下の47町及び、近在の三村より、鹿児島市が設置され、恵比寿町、車町はそれぞれ、鹿児島市の町となった。1935年に、恵比寿町から鹿児島駅までの街路の改良事業が行われた。第二次世界大戦中の1945年7月27日には、 アメリカ軍の爆撃機によって、鹿児島駅周辺一帯に対しての爆撃が行われ、鹿児島駅に停車中の列車に爆弾が直撃したほか、車町、恵比寿町、泉谷町に加え、近隣の柳町にも被害が及び死者420名、負傷者650名を出す惨事となった。赤の破線の区域が、現在の上本町の区域。ピンク色が下流美町、赤色が恵比寿町。 黄色が泉谷町、青色が車町、紫色が長田町。1962年に住居表示に関する法律が施行されたのに伴い、鹿児島市は鹿児島市街地域の住居表示に着手した。1967年11月1日に上町地区の一部において住居表示が実施され、住居表示の実施に伴い町の再編が行われた。 これに伴って、恵比寿町の全域、泉谷町の一部、車町の一部、下流備町の一部、長田町の一部より、新たに、上本町が設置され、車町の残余部は新たに設置された、大流町の一部となった。これにより、恵比寿町、車町、泉谷町が廃止された。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 一般国道県道町域の南端にあたる小川町、浜町の境界上を九州旅客鉄道の鹿児島本線が通る。町域の南東端には鹿児島駅がある。フランキー酒井。ありがとうございます。